ガムラ橋とは、スウェーデンの梅川に架か,かっている全長301メートルの古い橋である。橋がなかった頃は、梅尾の住民は、冬季は凍った川の上を渡り、他の季節は船で川を渡っていた。第二次ロシアスウェーデン戦争で、ロシア軍が梅尾を再び占領した1809年に、ロシア軍は梅川に木船橋を架けたが、春の洪水ですぐに流されてしまった。 当時梅川の河橋は費用がかかりすぎるとみなされていたが、1856から1858年に着任したグスタフモーンセ知事は河橋問題に興味を持っていた。知事は河橋が最善か、設計図の作成や費用の計算を部下に指示した。調査は橋の適地を探すために市の外の上流にまで及んだ。その結果、 予想される費用は65,450クローナで、付随費用を含めると総額は8万6,000クローナになると計算された。1863年に橋が完成し開通したが、その後、長い間、利用者から橋の使用料を徴収した。橋は木製だったので10年ごとに作り替える必要があったが、1894から1895年に鉄製の橋になり、 今日のような外観になった。現在は歩行者と自転車しか渡ることはできないが、2013年に破損箇所が見つかったので修復工事が行われた。a b ーアンソン、宝館、アミアスヒストリア1810から1896、メインをューニセパラティ、2014年4月15日閲覧。オルソン・ラーシュ・ガンナー、ホーゲン・スーザン、エドランド・ラーシュ。 エイリク、ティティプランドラーシュ、ヨーラン、エド、メイヨ千三314から2014、100バークタルサオム 700R、スクリフィター、ユトギベナ AV ヨハンノートレンダーサルスカパッド、0348から6664、30、シレフッテオ、アートスノルマ、 p103、ISBN 9長7891億7580万6686リブリスイコール1480万3107ハットエ B ・ビーステックゼンビルガーメイヨスタズヒストリア1588から1888ノーランドスカスクリフィター零三四九から3200に六メイヨ TV、フォーラガーピアニッシモ 339&439 から 441ISBN 9185920053、e、リブリスイコール775338ブローアイメイヨモステファーストカスベスターボーテンスクリーレン2014年4月15日閲覧ありがとうございます